はい、久々にね宮島に来たのでちょっと商店街をね歩いてみたいと思います。3年半ぶりぐらいかな、工事が始まる前に来てるんだよね。4年ぐらいなのかな。神社参拝したらぐるっとここにね出てくると思います。でこっちスターバックスで大根屋さん、宮島ブリュワリー、もみじ堂、この辺のお店もなんか新しい。で醤油屋って、あの湯布院にある醤油屋の醤油屋ですね、これ岩村さん、宮島コーヒー、これはね前からある、比較的も新しいですけど前からありますね。醤油屋があるんだ。でこ駐在所、コッペパンの店、しゃもじ屋さん、しゃもじの家、これは昔からねありますよね。あ、これは新しい、なんやこれ、あんこスイーツ屋さんで、昔からお世話になっている鳥居屋さん、最近全然、今ツアー受けてないんかな鳥居屋さんは。なんかご一行さんしか看板ないですね。かつてよくねお世話になった鳥居屋さん、もみくろがまだ人気みたい。もみじまんじゅうのクロワッサン、もみくろ、藤井屋さん、で林さん、焼きガキでね有名で、ここはもういつも混んでますね。アナゴ飯、ナッチューこの辺は変わんないかな。桜丸、好み焼き、宮島挙式案内所、これはなかったな。ちょっと閉めちゃってるお店もねありますね。豆たぬき、豆たぬきの待合所、風鈴亭、武田風鈴亭、この辺昔ながらの、昔ながらのお土産屋さん、この辺は変わりなし。ここちょっと新しい、リラックマ、リラックマサレオ、これ何、ここも新しいね、なんかおしゃれな、レモンビール、ハイボール、ここ新しいですね、なんかおしゃれ。お酒好きな方はいいですね、夕方とか良さげ。でこれが何、これ TOTO の宮島 おもてなしトイレ、こんなんできてる、これは知らんな。このおもてなし通りちょっと気になるんでね、入ってみましょうか。こんなんいつできてんの、インフォメーションと、あと上にね休憩スペースがあるみたいですね。よいしょ。しゃもじはなんかね、今聞いたら五重塔の下のあたりにね移転したそうで、あ、ここいいっすね、かっこいいわ。あ、奥電源も取れるし、あ、ここいいね、休憩するのに、知らんかった。エレベーターもねあります。
こりゃいいわ。これが昔ね、あの大しゃもじがあったところですね。はい、で宮島郵便局。でこっち宮島食堂さん、宮島食堂で、まさき屋さん、まさき屋さんもね、お世話に昔よくなってましたね。でキャラクターグッズ、お菓子どころ木村さん、次養蜂園、フラワンカ、本わらび餅、抹茶の専門店、この辺はあんま変わってないかな。生牡蠣のお店、牡蠣福丸、ここも結構人気ですよね。喫茶島、なんか渋いな。お土産屋さん星で、あ、ももちゃん休みなんや今日。私結構ここ穴場で好きなんですけどね、ももちゃん。立花、ここもね昔からあります。ね、こっちが山田屋さん、ディップするもみじ、いろいろ考えますね、もみじまんじゅうも。で木村屋さん、まあ、昔からあるお店、新しいお店、あと昔からあるけどリニューアルしたお店、いろいろね、商店街でもいろんなお店があります。で九州屋さん、こっちホテル宮利久さん、でお食事どころ梅山さん、で穴子飯花菱さん、でここまで来たら、分岐ですね。フェリーターミナルから来たらここで分岐となります。そこに日本三景宮島って書いてますけどね、ここまっすぐ行ったら、厳島神社大鳥居方面で、食事する方は、商店街行く方はここ左って感じですね。ここが分かれ道になります。はい、宮島のね商店街、イメージできましたでしょうか。